紙ストローを好きな色に着色して工作用のカラーストローを作りましょう。うわーい、工作大好き。プリンカップなどに絵の具を出したらたっぷりの水を入れます。使い捨て手袋をしてよく絵の具を混ぜ合わせ、片手だけ軍手をはめます。指先に絵の具を染み込ませたら、ストローをつまむようにしてまんべんなく絵の具を塗ります。わあ、色がついたよ。この要領で次々と色をつけていきます。絵の具が少なくなったら全部軍手に染み込ませます。軍手に染み込んだ絵の具でかなりたくさんのストローを着色することができます。着色が終わったらストローがよく乾くように広げておきます。色が薄いところがあれば軍手でもう一度撫でておきましょう。はい。片付けるときは絵の具がついた軍手が内側になるようナイロン手袋ごと外します。それを反対の手で掴んで手袋を裏返しながら包んで捨てましょう。これなら汚れないね。絵の具が乾けばカラーストローの出来上がりです。たくさんできたね。何作ろうかな。グルーガンで鼻の裏にカラーストローをつけ、暑いから気をつけてね。彼岸花の茎にしてみました。わあ、すごい。長さを変えたいときはハサミで切ったり、切ったストローをテープでつないだりしましょう。お好きな色のストローをたくさん作って手作りをお楽しみください。お楽しみください。